日本関東地方東京都町田市つくしのつくし屋は東京都町田市の町名。現行行政地名はつくし屋1丁目から4丁目。郵便番号は194-0001。町田市の南東部に位置する。東は神奈川県横浜市緑区。南は南つくしの3丁目。西は南つくしの4丁目と小川1丁目。 北は南成瀬6六丁目と八丁目と接している。1960年代後半に小川第一土地区画整理事業によって宅地整備され、東急不動産が分譲販売した小建ての住宅地が広がっている。地元住民による建築協約や協定が存在し、集合住宅を建設できなかったり、コンビニエンスストアが存在しないといった特徴ある地域になっている。このため、 若年層の流入が少なく、高齢化が一いまた、小川方面から、つくしの駅、鈴鹿気大駅方面に向かって、急坂が続く地形であり、坂を上下方向に移動する路線バスルートも限られているため、駅へのアクセスは、距離の割に負担が大きいことが多い。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、 つくしや二丁目13番3の地点で21万6千円平方メートルとなっている。東急田園都市線のつくしの駅と同様に工房によって1967年3月に採用命名された。この工房では日本全国から9万6865通の応募が集まり、岡本太郎、磯村栄一、井上康石井よし子、 菊武清くん、手塚治虫の計6名の審査委員によって、これらの応募の中から選ばれた。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北部は東急田園都市線の津久の駅が、南部は道線の鈴鹿家大駅が、最寄り駅となる。 神奈川中央交通東により以下の路線が運行されている。ありがとうございます。